第908回11月25日金曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書ヨハネの手紙1:1-2。はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について。この命は現れました。御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に証しし伝えるのです。キリストは天地創造の前から父なる神と共におられました。コロサイの信徒への手紙1:16-17。天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は御子において作られたからです。つまり万物は御子によって御子のために作られました。御子はすべてのものよりも先におられ、すべてのものは御子によって支えられています。そして今もこれからも変わりません。ヘブライ人への手紙13:8。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。このキリストを多くの人に伝えたいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、祈りの力、キリストの言葉の力を知ることができますように。2、コロナが完全に収束しますように。3、ウクライナと世界の平和のために。永遠に変わりないキリストを使わせてくださった天の父なる神様、私たちの心はさまざまなことによって変化しますけれども、キリストの愛は永遠に変わりなく私たちに注がれていることを感謝をいたします。いつでもどこでもキリストの力によって生きるものとしてください。私たちの思いをキリストと一緒にさせてください。コロナの終結のために祈ります。神様、どうぞこの問題を一刻も早く終わりにしてください。大切な人と一番大切な時に話をすることができるように導いてください。戦争で涙を流しているたくさんの人たちがいます。神様、どうぞお一人お一人を癒してください。今神様の不思議な技を見させてくださいますように。今日もあなたを信じます、愛します。イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アメン。